ままず皆さん来てていいいただいてありがとうございます僕も話したかったので <laughs> 嬉しく思ってますしチームの関係者の皆さん僕自身もそうですけどファンの皆さんもここ1週間くらいですかね厳しい1週間だと思うんですけどメディアの皆さんも含めて我慢とご理解をしていただいたのはすごくありがたいなと思っています。まず僕自身もあの 信頼していたああまあ方のまああいちというのを悲しくというかまあショックですし今はそういうふうに感じていますまあ現在進行中のあの調査もありますので今日話せることにまず限りがあるというのもまあご理解いただきたいなということとまあまた今日ここに詳細をまとめたあのわかりやすく皆さんにお伝えするためにまとめたメモがありますのでそちらの方に従って 何があったのかというのをまず説明させていただきたいなと思いますまず初めに僕自身は何かにかけたりとか誰かに代わってスポーツイベントにかけたりとかそれをまた頼んだりっていうことはないですし僕の口座からブックメーカーに対して誰かに送金を依頼したことももちろん全くありません本当に数日前まで彼が そういうことをしていたっていうのも全く知りませんでした結論から言うと彼が僕の口座からお金を盗んでなおかつみんな僕の周りもそうですねみんなにうそをついていたっていうのが結論から言うとそういうことになりますまず初めに言うと先週末韓国ですね僕のの代理人に対してメディア ほから私が、えー、僕のようにですね、えー、違法のブックメーカーから、えー、僕が、えー、関与しているのではないかというスポーツバクチンに賭博について、えー、関与しているのではないかという打診があり連絡がありました一平さんは僕にこういった取材の依頼があるということをまず、えー、僕には話していなかったし僕の方にそういう連絡はまず来ていなかったということと、えー、まず初めに代理人には一平、えー、さんは僕と話して分かったのは 一平さんにではなく某友人の借金の肩代わりとして支払ったというふうに僕の代理人も含めてみんなに話してましたでその翌日にさらに尋問で一平さんは僕たちの代理人に対して借金は自分のものつまり一平さん自身が作ったものだということを説明しましたでそれを僕が肩代わりしたという話を その時に代理人に話したそうですそしてこれらは全くすべてが嘘だったということです一平さんは取材以来のことも僕にはもちろんその時伝えていなかったですし代理人の人たちに対しても僕はすでに彼と話して彼と話してコミュニケーションを取っていたっていうことを嘘をついてました <laughs> そして僕がこのギャンブルに関しての問題を初めて知ったのは韓国での第一戦が終わった後に行われたチームミーティングの時あの試合の後のチームミーティングの時です えまあそのミーティングで彼は全部英語で話していたので僕に通訳かもちろんついてその時ついていなくてえ全て英語で話していたのでえまあ完全には理解でき,もできていなくてまあなんとなくこういう内容だろうなっていうのはおそらくはえ理解はできていましたけどなんとなく違和感をかその時は感じてましたえでまあその時彼は僕に対してホテルに帰った後とでえ2人でえより詳しいことをえ2人で話したいので今は待ってくれというふうに言っていたので僕はまず。 その時はホテルままで待つことにしてましたで僕は一平さんがその時にギャンブル、あのミーティングの時にギャンブルの依存症だっていうのは僕はもちろん知らなかったですし、彼が借金をしていることもその時その,ミーティングの時はもちちろろんんん知りませんでしたで僕は彼の借金返済にもも,ちろん同意その時も同意してませんし、物件会に対して彼に送金をしてくれと頼んだことももちろん、許可したことももちろんないです、でまあ、その後試合後、ホテルに戻って一平さんと初めてそこで話をして、彼に巨額の借金があることをその時知りました。 で彼はその時私に、えー、僕の口座を勝手に、僕の口座に勝手にアクセスして、ブックメーカーに送,信あー送金していたということを僕に伝えました。でまあ、僕はやっぱりおかしい、これはおかしいなと思って、えー、代理人にはと話したいということで、代理人たちを呼んで、そこで話し合いました。でまあ、話し終わってこれを聞いて、僕の代理人もやっぱり彼に嘘をつかれていたということを、えー、初めて知って、えー、すぐにドジャースの皆さんと、えー、弁護士の人たちにその時に連絡しました。 でまあ、そのドジャースの皆さんも、代理人の人たちも、その彼らもその時に初めてまた自分たちも嘘をつかれていたということをその時に知りました。そして僕があ弁護士の人たちは、これは窃盗と詐欺のことなので、これを警察の当局に引き渡すという報告をその時にしました。まあ、これがそこまでの流れなので、僕はもちろんスポーツ賭博にはもちろん関与していないですし、ブックメーカーに、さっきも言いましたけど、送金をしていたという事実は全く、えー、ありません。まあ正直あのショックという まあ言葉がまあ正しいとは思わないですしえまあそれ以上のこう,う,うまく言葉では表せないような感覚でこの1週間ぐらいはずっと過ごしてきたので今はそれをうまく言葉にするのはえ難しいなという思っていますま。ただももうシーーズンも本格的にスタートするので ここからは弁護士の方々にもお任せしますし僕自身も警察当局の協力に全面的に協力したいなと思ってますなので気持ちを切り替えるのは難しいですけどもシーズンに向けてまたスタートしたいですし今日まずお話できてよかったなと思っているのであ今日は質疑応答はこれが今お話できるすべてなので質疑応答はしませんがこれからさらに進んでいくと思います以上ですありがとうございました